はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は劇的な結末となりました。アベマトーナメント、チーム斎藤対チーム糸谷戦から、初戦の木村九段対黒沢六段戦のハイライトやらせていただきます。この将棋は最後の最後、衝撃的な結末となりまして、本当にツイッターでもトレンドワードに浮上するぐらい、かなりたくさんの方からツイートされてましたね。ということで今、7級の角、そして3級の竜、そして2級の竜で木村九段が穴熊を攻められているところなんですが、ここから木村九段が6級符という一見すると受けの攻守を放っていきました。これそうですね、通れば素晴らしい手ですね。仮に同竜とすれば7八銀打と自然に先手を取りながら自陣を固めることができるという一着になっております。まさに大駒は近づけて受けようの教科書通りの素晴らしい手に見えたんですが、よく見るとここに歩がいるので、なんと2歩の反則負けとなってしまいました。おそらく木村九段、これが生涯初の反則負けだったでしょうか。木村九段初めての反則負けはアベマトーナメントでの対局となってしまいました。やっぱりこのフィッシャールールって超がつく早指しですので、木村九段ほどのベテランを持ってしてもこういうケアレスミスが生じてしまうというわけですね。まあ一応このもし6九歩に同竜と取った後の変化少しやってみたいと思います。ちなみに6九歩打たずに例えば6三金とか攻め合うとどうするのって話なんですが、これはですね8八角成とされまして、同銀なら8九竜、同玉も8九竜から9七玉に8七竜とバッサリ切って、同玉8九竜と回って一気に詰まされてしまっておりました。銀引いても、合駒しても銀打って、9七玉なら8七金から7七玉も6七金から詰んじゃうというわけですね。ということで何か受けが必要な局面でございました。まあ仮に6九歩が取っていたら同竜に7八銀打ちと弾いて、一応この局面ソフトで評価値出してみたんですけど、先手が1500点ほど、まあ、先手勝勢と判断される局面ですね。まあ、例えばですけど、ここから6四竜と逃げた場合は4二角成が厳しい追撃となります。竜取られたらちょっと持ちませんし、まさかこんなところに桂打つわけにもいきませんし、まあ、桂打っても5二金とかで攻め潰せそうですね。また竜をかわしても6四歩同金6五歩とリズミカルに攻めて、同金なら取って取って、6同竜に6四金と打てば竜かわして5三馬として次の7二歩とか6三歩があって、これは先手必勝形ですね。穴熊があまりにも硬すぎます。7五桂などと打っても7二歩で先手が一手勝てそうな、そんな形勢となっています。ということでちょっとこの展開は後手がはっきり負けになっちゃいそうと。じゃあ8八角成はどうすんのって話なんですが、これも同銀と取って大丈夫そうですね。まあ先手は一手もらえば6三金が強烈な攻めということになっていきます。ということでちょっとこの変化勝てそうにないので、結局6九歩に同竜は先手勝ち、また他の手も先手が勝てそうということで、まあ、実際この6九歩打つ直前ですね、この局面評価値見てみると先手が1400点ほどプラス、パーセンテージで言うともう 90% 近くですね、先手が優勢から勝勢の間ぐらいという局面でございました。ちなみにここから最善手は、7八金打ちと打って、例えば7八金打ちに3五角成なら4二角成として次の5二馬がすこぶる厳しいですね。先手陣はもう金銀5枚の見たこともないような堅陣で、ちょっと手のつけようがないという形になります。例えば7五桂とか打つと、まあ、取って取って返す刀で8五桂と打たれて、まあ、7二金は7三歩から6三歩なりですし、まあ、ちょっと金の逃げ場所困っちゃいますね。打って、これはもう先手が必勝形となっちゃいます。8三金も当然6三歩なりとなられちゃうということで、これはダメですね。また7二桂で6四桂を見せるのが粘っこそうなんですが、5二馬と寄って次の6三歩成を見せます。で6四金に6五金と上がって、やはり次の6三歩が非常に痛いですね。
で、6九竜なら6四金同竜8五桂と、やはりこの桂馬を取って攻めていきまして、8三金なら7三歩8二金打ち6三歩と、この波状攻撃で攻めていけば先手が必勝形という形になります。まあ、ということで、おそらく木村九段この二歩を打たなければ、まあ、ちょっともう、そうですね、木村九段の実力からすれば限りなく勝ちに近い局面だったのかなと推測しております。また7八金打ちに8八角成と切るのも、まあ、同銀とか同玉なら8九竜があるんですけど、同金と取られまして、以下7九金には6七角が粘っこい受けで、やっぱりこれも次6三銀とかがありまして、先手がかなり優勢な局面ですね。例えば7五桂なら取って取って8五桂、まあ、これは先手がもう1手も2手も勝ってそうな局面です。また7五桂に変えて1九竜も4九歩と、ここ歩を打って竜2枚を封じる手もありますし、また6三銀で勝ちに行っても後手が困りそうですね。先手陣まだ詰めろすらかかりませんので、桂取りを6一香とか受けるしかないんですが、まあ、そこで1回4九歩と冷静に打っておいて、例えば1七竜なら7二歩と攻めまして、まあ、同銀ならこの6二の桂が取れそうですし、同金も取って取って7八金打ちとがっちり打っておけば、まあ、ちょっと先手は目もくらむような鉄壁の陣形ですね。でさらに角を渡すと、ごめんなさい、金を渡すと6三金などがありまして、まあ、ちょっとこれは後手がとても勝てそうにない鉄壁の金銀5枚プラス角という鉄壁の陣形になります。また、ほっとけば4二角成から5三馬もしくは5二馬と、まあ、先手はもう自陣が鉄壁なので角だけ使っていけば簡単に勝てそうと、そういう展開になりますね。なので、まあ、ちょっとこの展開もやはり受けの木村の本領発揮という形の展開で、後手にとっては勝ち目が極めて薄い局面となっておりました。なので遡りまして、やっぱりここで6九歩ではなく7八金打ち、あるいは7八銀打ちとがっちり打たれておくと、ちょっと後手に勝ち目が薄い展開だったというわけですね。ということで、木村九段としては優勢から勝勢に近い将棋を痛恨の2歩で落としてしまうという形になりました。ということで、チーム斉藤はこの1局目の木村九段の負けに衝撃を受けたか、2戦目のリーダー対決、斉藤八段対糸谷八段戦も落とし、さらに3戦目の結城七段対西田五段戦も落として、一気に0勝3敗となってしまったんですが、その後第4局ですね、木村九段が名誉挽回、汚名返上の勝利、しかも相手リーダーの糸谷八段に勝って、ここからガラッと流れが変わっていきました。で、5回戦斉藤八段が敗れて、1勝4敗と追い込まれてしまうんですが、そこでまた6回戦木村九段ですね、2歩で敗れた後黒沢六段も下して2連勝、これで見事に2勝1敗とチームに貢献しました。で、この頑張りに勢いづいたチーム斉藤は、その後7回戦の結城七段西田五段に勝利、リベンジですね。そして8回戦斉藤八段、今度はリーダーが黒沢六段に勝って見せてくれました。これで4勝4敗のタイとなりまして、最終戦結城七段対リーダーの糸谷八段の対局だったんですが、結城七段が見事な内容で制して、これでなんとチーム斉藤1勝4敗と窮地に追い込まれたところから怒涛の4連勝で、見事に5勝4敗チーム糸谷を下して準決勝進出ということになりました。本当にすごかったですね。木村九段が2歩打ってチームが3連敗した時は、あ、これは終わったなと正直思ってしまったんですが、そこから木村九段が名誉挽回の2連勝、これに勢いづいたチーム斉藤が最後見事に怒涛の4連勝を決めて、5勝4敗で辛くも勝利ということになりました。本当に劇的でしたね。木村九段が2歩打ってそのままチームが負けたら、木村九段もかなり落ち込んでいたと思うんですが、これでチームが勝ったということで、もう本当に喜んでいるんじゃないかなと。まあ実際その番組が終わる時のインタビュー、とても喜んでいる姿が印象的でした。
ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。チーム斎藤おめでとうございます。チーム板谷は4勝1敗と追い込んだんですが、本当に残念な結果になりました。やはり名誉を挽回した木村九段の意地がチームを逆転に導いたのかなというところですね。それでは失礼いたします。ありがとうございました。